スタートしましたまず先行争い、ホームストレッチ、真ん中8番、テイオーエナジー、9番、エイシン・セラード、この2頭がじわりという感じで出ていきます、外13番、ハイランド・ピーク、そして11番、リーゼントロックも前に上がっていって、ハイランド・ピークがまとめてかわしていきました。 12番ロンドンタウン5番手その後6番平クラターシュさがなく7番ハーベストムーン最内2番マイネローフィールド高位グループ1段このグループに16番センチュリオンも続いて16頭が1コーナーをカーブします。 13番ハイランドピーク先手を取りましたリード1馬身で2コーナーです9番エイシン・セラードが2番手3番手内8番テイオーエナジー外11番のリーゼントロックが続いて向こう上面に差し掛かります5番手が外12番ロンドンタウン内6番ヒラボクラターシュ並んでいますこの2頭の間7番ハーベストムーン最内は2番のマイネル・オフィールここまでが好位グループ向こう上面中ほどへ中段に4番ロード・ゴラッソ16番センチュリオン差がなく1番アルドーレ外から14番 グレンンントがポジションを上げていきました前半の 1000m1 分2秒4と計測されて3コーナー手前あとはジョーダン・キングも後方から押し上げます5番、アスカのロマンが後方3番手10番、里ノキターン最後方15番、サンマルデュークで600を切って34コーナー中間。 13番ハイランドピーク先頭首ほどのリードで差を詰める9番のエイシン・セラードが2番手3番手ムチが入って11番ディーゼントロック4番手12番ロンドンタウン内は8番テイオーエナジー並んで6番平クラターシュ4コーナーカーブから直線に向きます今度は先頭11番ディーゼントロックに変わるかエイシン・セラードハイランドピーク3頭競り合ってその外面を持ち出した平クラターシュロンドンタウン追い込む14番のグレンセントさらにはその後方から間をついて4番のロードゴラストも伸びてくる サトノジターンが一気の追い込み10番サトノジターンがまとめてかわして先頭サトノジターンゴールインサトノジターン石橋周希守右手で大きく握り拳鮮やかな追い込みが決まりました10番サトノジターンです